キュルセシュルディは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、ビエンヌ県のコミューン。ディーブ・ウンガ県最西,西端に位置するキュルセシュルディは、ドゥーセーブル県と接している。コミューンの南西においては、ディーブ川が 2km にわたって流れており、そこはディーブ・ウンガから 200m ほどしか離れていない。ウンガは、コミューンの南西から西にかけて、ほぼ 4km を考えしている。 キュルセシュルリーは県道19号線と39号線の交差地点にあり、直線距離ではルーダンの西1 2メートルトゥアールの東北東に位置している。1756年から1789年の間フランスを代表する地図であったカッシーニ地図において村はカオセという綴りで記されていた。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE、ポワトゥーシャランと地域圏食料、農業、林業管理局によると、2000年に町には16件の農家があったが、 2010年には12件に減少した。農業用地は2000年2021ヘクタールだったが2010年に951ヘクタールに減少した。農業用地の54%は穀物用で18%が油脂を抽出するための菜種及びひまわり用、3%がタンパク質の多い穀物、6%が飼料用作物であった。 2010年にはもはやブドウは栽培されていないものの、2000年には16ヘクタールがブドウ栽培に当てられていた。養鶏場は2010年にはなくなっている。ありがとうございます。